はい、こんにちは。ノボミュージックのカトキティです。さあ、今回なんですけれども、お隣にゲストにお越しいただいております、菅さんです。よろしくお願いします。はい、ギター弾いたり作曲したりスタジオ運営したりしてます。はい、弊社の提携先としてですね、さまざまなレコーディングをやっていただいたりもしております。今回はたくさん音楽を聴いたりミックスしたりしてきている菅さんに、89というですね、サラウンドスピーカーの一種というか、サラウンドのシステムの一種なんですけれども、サラウンドをご体感いただこうと。そして弊社が今取り扱っているですね、株式会社のバイリアルマイクで撮った音も含めてですね、体験していただこうと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。はい、というわけで今回はじゃあサラウンドということで、89というですね、アコースティックフィールドさんがやっているシステムを元にですね、楽しんでいただこうという形で考えておりますけれども、じゃあこれって一体どんな風に使われるのかという部分なんですけれども、音が上から降ってくる、下からも聞こえる、横からも後ろからも聞こえるという、サラウンドと言われているものの一種になりますが、他のサラウンドのシステムもいっぱいあるんですね。その中で、弊社がこれがいいなと思っている理由っていうのは、特定のセンター情報を持たないということなんです。リスナーがこっちを向いているのを基本にしてますよっていう情報を持たないので、例えばなんですが、用途としては施設のエントランスをそのまま空間演出するとかですね、その空間そのものを再現するとか、何かパブリックビューイングみたいなものでもいいかもしれないですし、美術館とかで別空間を演出するでもいいと思うんですが、そういった時に、皆さんお客さんは好き勝手後ろを向いていたり横を向いていたりと、そういうふうに向いていても破綻がないという、そういったサラウンドの仕組みになっています。ちなみになんかそういうのも体感されたこととかっていうのはありますか？映画館とかでちょっとこう、後ろから聞こえたりとか、そういうのはあるぐらいですかね。はい、はい、映画館で採用されている立体音響っていうのは基本的にセンターを想定されているものになります。はい、なので前に基本の情報を多く置いていて、後ろとかもさらにありますよという形なんですけれども、今回のはセンターっていうのが特に決まってなくて、どこも均一にですね、聞こえてくるっていうところが特徴になっています。で、大体なんですが、今回デモで用意しているのは、1メートル50四方ぐらいの広さのレベルでやってます。ミニマムでですね、このぐらいの広さがあれば、すぐにですね、その空間の中に包まれているような感覚をご体感可能なので、割とこう狭いところでも、お気軽に体感いただけるような感じになると思っています。で、逆に広いところだとどこまで再現できるかなんですけど、広ければ広いほどですね、なかなかこうそのスピーカーの音しか聞こえなくなってしまうみたいな難しいところもあるので、今ちょっと目下弊社の方でですね、いろいろなことを試しながら検証中でございますので、また追ってご報告させていただければと思います。はい、それでは今回のスピーカーの置き方というかですね、仕組みを説明したいと思います。イメージ的には立方体の頂点にスピーカーをそれぞれ中心に向けておくようなイメージになってます。ですので、例えばこちらには四角形の下側の底板という形になってて、下側のレイヤーを再生すると、そして逆にこの上側からこう上に向かっているのは上側のレイヤーを、これが普通のスピーカーと違う面白い、ステレオとか従来の音響と違う面白いところで、上下のレイヤーを持っているということになります。上下のレイヤーを持っているとどんなことができるのか、上側では鳥が飛んでいて、下側では川が流れている、こういうものを位置を感じながら空間として感じることができる。で、結果的にですね、スピーカーから鳴ってるっていう感じがせずですね、その空間に入り込んだような気持ちになる。これが立体音響サラウンドの素晴らしいところ、ぜひ体験してみていただきたいと思いますので、ご準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとはっちゃんキューブのシステムを聞いていただきたいと思います。従来の音源からミックスすることも可能で、効果音とかそういったものを組み合わせて弊社で作ったものを流していきます。で、特定の向きを持たないので、前を向いても右を向いても後ろを向いても、雨、
ちょっと水の中に潜るっていう謎の体験をしていただこうと思います。水面を歩くという謎の忍者。なるほど。上下のレイヤーがあるっていうのがやっぱり特徴で。そうですね、明らかに上から、はい、でさっきの例えばじゃあ鳥は上から聞こえて下は川が流れてるっていうふうに音楽とかを組み合わせて、まあ、こういう、まあ、いわゆるリラクゼーション空間を作る。わお。雨の体感が半端ないですね。本当にしっかり空間を感じますね。オルゴールと考えてますごいなかなかないと。ではホラー風。なるほど。お、え、すごい、やばい、ドキドキする怖っ。これすごいですね。まあ、ちょっとした環境音ですけど、まあ、こういう音を出していくことができます。これね、怖いゲームやったらやばそうこの従来の、音楽から 3D にミックスすることもできて、はい、これをそのパンダで、おお、まあ、上にするか下にするか、はいはい、例えばこの辺の上に、あ、すごい、こういう感じでちょっとセンターにいますよって感じするじゃないですか、はいはい、でそこに、おお、今度パーカッションを、パーカッション今左右下にいるんですけど、はいはい、おお、まあ、左、例えば左下に置いて、ギターをじゃあ例えば、おお、なるほど、前の、いや、すごいアンサンブルの中にいる感じますね。これは新しいですね。こういう、まあ、すごい音楽的な使い方も一応できると。はい、いうことになりますね。しかも従来の音源から作れるので、普通にただマルチのマイクでマイキングしといてくれれば、こういったものを作って、でさっきの交換と組み合わせることもできる。なるほど。でこれが立体音響として作るっていう部分だったんですけど、さらに今回はヤマハ株式会社のバイリアルマイク、はい、これを使って撮った音を何も加工せずにそのまんまこれで流してみようっていうのが今回のやってみたいことになってます。はい。でまあ、もちろん生々しくその場所にいる音そのものが撮れるというところなんですけれども、八王子の花火大会があって、はい、その花火をちょっと遠くで鳴ってるのがあるじゃないですか、はいはい、コインパーキングにそれ止めて前には道路が走っててみたいなところで、これそのコインパーキングにこのマイクを設置して撮った音を聞いていただく、はい、おお、距離感ありますね遠くで見える感じ で前車がちょっと走ったりとかしてる。でこっちは建物が反射音が聞こえてくるみたいな感じですね。花火の
これがこのマイクの実力なんですよ。懐かしい花火大会とかよく行ってた頃を思い出しますね。はい、というわけでありがとうございました。はい、聞いていただきましたけれども、はい、まあなんか率直どうでした、いかがでしたですか。やっぱり新しい体験でしたね。今までなんかこうヘッドホンとかで、まあ、環境みたいな立体音響みたいな、まあ、そういうのをまあ聞いたことはあったんですけども、やっぱりそのヘッドホンをしてるっていう感覚があるんで、空間あるなとかそういうのは確かに分かるんですけども、そのヘッドホンをしてる圧迫感だったりとか、それがない状態で八方から聞こえてるのが今までにない体験だったんですよね。目つぶって聞くとそこにいるというか、向き変えた時にその場にいる感じっていうのが体験できたのが面白かったですね。目つぶって聞いたりすると情景が見えてくるというか、自分のその過去のその場にいたような時の体験が、存在しない記憶がこうパッと浮かび上がってくるんですよね。そこまで感じていただけるのめちゃくちゃ嬉しいですね。面白かったです。ありがとうございます。いやでもまさに私たちが目指している、はい、その場所にいるような感覚、これを作っていけてるっていうのは、めちゃくちゃ感無量でございます。ちなみに一つヘッドホンにはない特徴というか、まあ、ヘッドホンでもないわけではないんですけども、うん、明確にこれの特徴としては上下のレイヤーっていうところがあるんですけれども、はい、どうでした、そういったものはしっかり感じることができましたか。はい、めちゃくちゃ感じましたね。やっぱりびっくりしたのが、はい、水の中にいた時のやつ、はいはい、上にこう足音ってわかる、はい、でこう歩いていくみたいな、はい、感覚がすごかったですね。ホラーっぽい音声で、はい、コンコンとかガサガサとかすごい臨場感、はい、ありましたね。ゾクゾクってなる感じが、ゾクゾクっとヘッドホンとはまた違う感じでしたね。ヘッドホンと組み合わせることもできるなって考えてます。ああ、そうなんですね、はいはい、例えばこの耳元で鳴るような近い音はヘッドホンで鳴らしつつ、あ、なるほどなるほど、環境音と組み合わせるとか。あ、確かに確かに、はい、例えばなんですけれども、何かこういうことに使ってみたら面白いかもとか、なんか思ったことありますか。あ、なるほど。視覚と一緒に連動するものがあると、まあ、面白いかなと思いましたね。でやっぱそうなると、まあ、ヘッドマウントディスプレイを使った VR 的な映像だったりとか、はい、そういうのと組み合わせたもので感じてみたいですね、はい、まあ、ゲームとかやってみたいですね、この環境で。ああ、いいですね。ホラーゲームとかめちゃくちゃ怖いと思いますけどね。後ろから、ね、モンスターがわーみたいな。いいですね。まあ、ゲームとかだとやっぱヘッドマウントディスプレイですよね、はい、画面があるとそっち見なきゃいけなくなると思うんですけども、はい、ディスプレイだったり全体に LED ですね、そういう環境で何か映像でもいいんですけども、はい、そうですね、そういう、はい、インスタレーションだったりとか、 あとなんかこう展示ですよね、うん、企業様の展示とかにもすごくいいのかなと。確かに確かに。バーチャル旅行とか。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい。まあ、あと従来の音源を使ったミックスの例みたいなところも含めて、そのどうでした、そういった音楽的な部分の用途について。そうですね、普通はリスナーとしてはバンドメンバーの中にいないじゃないですかまあ正面から聞くんですけども、リハでとかライブで演奏してる時みたいな感じでしたね。後ろにドラムがいて、こっち側にベースがいて、そういう時の思い出がパッと出てきました。普段体験できないこと。ああ、そうですね、まあ、バイオリンとかが上から流れてきた時はさすがにね、こんな段差がある中で演奏したことないんですけども、まあ、それに関してはなんかこう、なんだな、酒場とかにいて2階で演奏してるとか、なんかそういった感じの映像とかがあると面白いなと思いましたね。あくまで絵が浮かんでらっしゃるということですね。でしたね。本当そんななんかゲームの世界にあるような2階がある酒場みたいな、いいですね、そんなとこにいたような気がしましたなんかドラゴンボールの世界みたいな、そう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 、みんな浮いてなんかこうなんかやってるみたいな。あ、なるほど、それ面白いですねいやでもすごい、そういう想像力で、あ、はい、ね、新しいフィールドみたいなのを感じてもらえてるのはめちゃくちゃ嬉しくって、バイリアルマイクで収録された音源をこのサラウンドっていう環境で聞いていただきましたけど、バイリアルマイクはその置いた位置でその人がその場所で聞いてるかのような音をそのまま再現するっていうようなイメージを僕は持っているんですけれども、その再現性はいかがでしたか。そう、結構遠くで花火を見るみたいなシチュエーション、浴衣着てみんなでなんか花火見に行った時の記憶が
ちゃんと存在する記憶がね、思い出しましたね。そのなんか車が通ってる感じとか、花火がこう、遠くがバーッと聞こえるの、面白かったですね。これもやっぱヘッドホンだけでは無理だと思うんで。ありがとうございます。百聞は一見にしかずですので、うん、まあ、皆さんもぜひご体感いただければなというふうに思っております。はい、というわけで菅さん、ありがとうございます。はい、というわけで今回も実はこの YouTube の企画では初めてご体感いただいたという形でして、そうなんですね。はい、第一声が聞けてとても、はい、私もすごく参考になりました。ありがとうございます。これを聞いて、それ僕たちも聞いてみたい、私たちも聞いてみたいよということでございましたら、弊社にお声掛けいただければと思います。このシステムを使って何かいろんなイベントをされるとかですね、企業様のエントランスを装飾させていただくとか、まあ、いろんな用途が考えられると思います。ぜひそういったことをお問い合わせいただければと思います。でこのシステムの導入費用だったり導入期間だったり設置にかかる日数など具体的なことはですね、何卒お問い合わせいただければですね、案件前にしっかり策定させてご提案させていただきますので、ぜひぜひですね、お気軽にポータルの方からお問い合わせいただければと思います。というわけで、このシステムもちろんもっともっとですね、弊社も検証を重ねて進化させていく予定でございますので、ますますですね、皆様のご要望に合わせてカスタマイズさせていただけるようにやってまいります。こんなことがしたいですとかっていうご希望の段階から、ご企画の段階からでも弊社の方にご相談いただければと思います。はい、というわけで今回は菅さんにお越しいただいてですね、立体音響のご体感をいただいたという形でましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。ご興味をお持ちいただけましたら幸いです。というわけでまた動画でお会いできればと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また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 ま